はい、では引き続きよろしくお願いいたします。後半、研究効率化の鍵というところで、生成 AI のツールの紹介であったりとか、実際にチャット GPT を使うとき、どういうふうにプロンプトを書くとか、そのプロンプトをどう受け止めるかというところを紹介していこうと思います。はい、でまあ、前半は大まかに LLM の仕組みであったりとか、課題注意点だったりとかですね、こういったところに触れました。で実際の LLM を活用する具体的なプロンプトであったりとかですね、いろんなサービスっていうのを後半は紹介していただきたいなと思います。よいしょ。でですね、はい、後半のテイクホームメッセージですね、2つあります。1つは、生成 AI 疲れしないというところですね。でもう1つは、知らないことは命令できないというところです。はい、この2つを念頭にお話聞いていただければなと思います。で、改めて事前アンケートの共有ですね。で今回の講義内容に関するリクエストとしてはですね、論文関連のものが特に最も多かったです。で検索であったりとか要約であったりとか執筆ですね、こういったその、研究者として論文関連の業務において生成 AI をどのように使えるかというところで、今回はいろいろなサービスを紹介できればなと思います。でもう一つはですね、初心者に分かりやすくかつ具体的な事例っていうのが多かったです。もう特にこの具体的というキーワードがですね、多分こういろいろチェックしたところ一番多かったかなと思いますので、2つ目の話でですね、実際に私がチャット GPT 使ってる時どういうふうにやってるかっていうのをケーススタディとして紹介しようかなと思います。で若干名ですけれども、開発に踏み込んだ話ですね、かなりプログラミングとかされている方かなと思うんですけれども、そういったこと詳しく知りたいですというご意見もあったので、最後の方に少しだけ触れています。でもう一つですね、今回アンケートご協力いただいて、皆さんが生成 AI どのようなことに使っているかということを伺わせていただきました。でざーっとこうなんかこうグルーピングみたいな感じをしているんですけれども、一つは資料作成とか議事録作成、作文メール作成みたいな、この文章を生成するというところですね、まさに一番得意なところで使われている方であったりとか、あとは英訳、和訳、英文構成みたいな、この翻訳関連のところですね、この言語の壁を乗り越えるというところに使っていただいている方であったりとか、あとは調べ物、検索エンジンの代わりに使っているよという方もいらっしゃいましたね。で、非常にチャット GPT とか生成 AI というのは一般的な概念とか常識とかっていうのもたくさん知っているので、新しいことを知るときにまずはざっと知るというのにはすごくいいかなと思います。で他はですね、先ほどのご質問でもありましたけれども、アイディア出しとか壁打ちとか検索ワードの提案、こういった形で自分の発想の幅を広げるみたいな形に使うのも非常に良い使い方だなと思います。であとはですね、バイオインフォマティクスの方が多かったのかなと思いますけど、 R とか Python とかのコード生成とかバグ修正とかアルゴリズムの理解とかに使っていってるというような形の方にもいらっしゃいますね。非常にプログラミングっていうところは生成 AI と相性が良くてですね、良い使い方かなと思います。あとは学生の方ですかね、課題とかレポートとかゼミで使ってますよという方がいらっしゃいました。はい、ちゃんと授業のルールを守って使っていることを祈ってます。はい、で改めてですね、このチャット GPT を活用する上での心構えというのを紹介していきますね。優秀かつ業界未経験の新人だと思って接するというのがこれが一番かなと思います。未経験なんでですね、なんかよしなにしといてねみたいな感じの説明を命令をするとですね、どうしたらいいか分かんないというような感じになるので、そこら辺を気をつけて扱っていきましょうという感じですね。はい、で今回4つのステップでですね、紹介していこうかなと思います。で1つ目がですね、特化型のサービスですね、特にこの論文であったりとか研究特化のサービスとかっていうものがいろいろありますので、それをざっと紹介しようかなと思います。で2つ目がですね、チャット GPT を活用するっていうところですね。自分でじゃあチャット GPT を使うとき、なんかそのいろいろ活用している人がいるっていうのは知ってるけれども、なんか自分で使うとあんまりうまくいかないなとか、あんまりそのうまみが感じられないなという方が多いらしいので、そういったところについて、じゃあどういった具体的にどういうふうに使うとかいうふうにしていけば、その生成 AI のですね、恩恵を受けられるかというところを紹介していこうかな。実際のケーススタディを通してやっていきます。で3つ目がですね、自分専用のツールを作るというところですね。先ほどこのファーストで特化型サービスというのがいろいろあるんですけれども、こういったものをじゃあ自分専用、やはり特化型のサービス使ってるとですね、かゆいところ手届かないなとか
自分のオリジナルの何か機能を付け加えたいなという時があるかなと思うので、それをじゃあ自分専用のツールを作るというところをどうすればいいかというのをご紹介していきます。で、まあ、そういったところですね、チャット GPT の中で GPTs と呼ばれるような自分専用のチャット GPT 作るとか、まあ、いろいろな簡単な方法があるんですけれども、それのさらに発展系ですね、まあ、プログラミングとかもバンバンコード書けますみたいな人に向けては、より上級編というものを最後に紹介できればなと思います。はい、そんな感じの4幕構成で、はい、後半戦は進めていきます。で、1つ目ですね、特化型サービスを試してみましょうというところを紹介していきます。で、どんな方にお勧めかというとですね、まあ、まだ生成 AI をどのように研究に活用するかイメージがつかないというような方ですね、こういった方はぜひいろいろな研究生成 AI みたいな感じで調べて、まあ、リスト公開されている方とかもたくさんいらっしゃるので、そういったものを見て、まあ、ざーっといろんなものを見ていただくと良いかなと思います。で、まあ、それぞれをですね、そんな深く使い込んだりとか、じゃあ細かくこれとこれは何が違うんだろうとかってあんまりその気張らずにですね、まあ、ざーっと、あ、こういうのがあるんだなとか、こういう使い方もあるんだみたいな感じで、まあ、アイディアを貯めるっていうような、そんな感じの見方をしていただければなと思います。注意点として書いてるんですけれども、まあ、AI サービス入れ替わりが非常に激しいですね。誰かのこうリスト見てて飛んでみたらもうなかったりとかっていうの全然あるので、まあ、これを使おうとかっていうような意気込みを持つのではなくて、まあ、こういう考え方とか、あ、こういう発想あるんだなみたいな、そういうアイディアを増やすというような、そんな観点で今回もお話を聞いていただければなと思います。で、まあ、そういったところに関してですね、まあ、私たち有志でリストを作っています。はい、まあ、今日はなんかそこの中から紹介できればなと思います。で、一つはですね、文献検索ですね。まあ、先ほど質問にありましたパープレキシーというところもですね、最初の頃、初期の頃ですね、こういった生成 AI で特に苦手としている根拠を示すっていうところに特化したサービスとして出てきました。で、まあ、ネクスト Google とかですね、まあ、打倒 Google みたいなことが言われてましたが、まあ、その後ですね、当然 Google とかもほっとくわけがなくてですね、ジェミニーが出てきて、でジェミニーも当然質問には論文の情報元 のリンクが貼られているような機能を持ってたりとか、コパイロットもそういう機能を持ってたりとかしますね。で、結局やはりその Google であったりとか Microsoft であったりとか検索エンジン持ってるところは、まあ、やはりそこに生成 AI 乗っけるってことは当然考えることかなと思うので、まあ、そういった意味ではパプリキシーどう思いますかという質問に対しては、まあ大変そうだなというふうには意見として持ってます。で、他にですね、まあここら辺のサービスはですね、まあ、いわゆるその根拠を示すっていうところに特に強いっていうところですけれども、まあ、それがさらにですね、まあ、その論文であったりとか文献に強いですよっていうものもいくつかあります。まあ、ここら辺のサービス名で見てみて、まあ、気になったものを使っていただければなと思います。で、こういったですね、特化型サービスとか紹介しているんですが、まあ、あんまりその深く入れ込みすぎない方がいいかなというのは個人的に思います。で、結局ですね、その特化型サービスでできることって特化型なんで特化してるんですよね。で、いろいろその実際の業務っていろんなタスクで構成されているので、じゃあ文献検索はこれでやってとか、要約はこれでやってとか、なんか翻訳はこれでやってみたいなことやると、まあ、非常に疲れちゃうわけですね。で、まあ、当然その特化してるので性能はいいんですけれども、まあ、ある程度の性能で良いのであれば、まあ、全部チャット GPT でやっちゃうっていうのが一番お手軽かなとは思うので、まあ、そんな気持ちで見ていただければなと思います。私個人のこういった特化型サービスとの付き合い方で申し上げますと、それぞれこの業務はこれでやって、この業務はこれでやってということはしてませんっていうのだけをお伝えしておきます。あくまで私はこういうものを見て、あ、こういう使い方あるんだとか、これ裏ではどうやって動いてるんだろうみたいな、そういったことを考えるためにこういったリストを作ってるっていう感じですね。で、他にはですね、文献要約とか QA のサービスがあります。これは日本の研究者の脳科学の研究をされている近藤さんという方ですねが作られているものなんですけども、ペーパーインタープリターという、これ GPTs ですね、チャット GPT をさらにカスタマイズして何か専用のタスクをさせるチャット GPT の GPTs というものがありまして、まあ、それの一例ですね。まあ、このペーパーインタープリターは論文の要約だったりとか説明だったりとかということに特化した GPTs ですね。まあ、こんな感じで論文の PDF を上げるとタイトルとか著者とかバーッと出してくれますし、なんかフィギュア1を説明してっていうとフィギュア1の内容を説明してくれるというようなものになりますね。他にもアカデミックライティング のサービスがあったりします。で、まあ、こんな感じでなんかこう文章を書いてみると、こうした方がいいですよみたいなことを返してくれますね。で、これはチャット GPT が出る前から日本の国内のスタートアップでも同様のものがあったりとかしますね。はい、
で、まあ、ラングスミスというスタートアップの会社になるんですけれども、生成 AI のアプリケーションのフレームワークにラングチェインというのがありまして、そのラングチェインの派生でもラングスミスというのがあって、名前がかぶって、しかも領域もかぶって、ちょっと大変そうだなと個人的には思ってます。で、他にはですね、まあ、ユニークな例ですと、まあ、これは明確に今まだチャット GPT はできないやつかなと思います。これはプレゼン動画の翻訳をするヘイジェンというサービスですね。これはですね、まあ、今私が喋ってますけど、こういったものを録画で撮っておいて、で、まあ、これをヘイジェンにアップロードすると、音声をまず英語にしてくれますと。で、それだけじゃなくてですね、この喋ってる唇の動きですね、これも本当にその英語の音声に合わせてそれを変えてくれるというので、非常に自然に英語を喋っているように、あたかも英語を喋っているようにプレゼン動画を作ることができるというようなサービスですね。はい、特化型サービスもですね、ここぐらいまでかなり作り込んであると、さすがにチャット GPT では大体できないなとかも思うので、こういうものは使ってみたいなとか思いますね。で、他はですね、画像生成ですね。で、これはOpenAI、チャット GPT とか作ってるOpenAI が出してるDALL-E3というモデルですけれども、今もともとは独立したサービスで使えたんですけど、今はチャット GPT の中で呼び出すことができるようになってます。こんな感じで生成 AI の講義をするので、発表スライドの表紙画像を作ってくださいみたいなことを言うと、なんかそれっぽいものを作ってくれるっていう感じですね。なんで今チャット GPT ってもともとそのこういったDALL-Eとのコネクトであったりとか、コードを使う機能であったりとか、そのウェブの情報を検索しに行く機能とかっていうのが、もともとプラグインとかでこう提供されてたんですけど、最近はもう全部埋め込まれて、普通に喋ってるだけで勝手に吉永に使ってくれるようになっているので、意識しなくて使えるようになってます。で、個人的に一番お世話になっている特化型の生成 AI サービスはこちらですね。プログラミングの支援をしてくれる GitHub Copilot というものですね。で、これはエディター、Visual Studio Code であったりとか、私は PyCharm というID を使ってますけれども、そういったところにプラグインとして入れると、自分でこうコードを書いてるときに続きを書いてくれたりとか、コメントを書くだけでこういう関数書いてっていうと、コードを書いてくれたりとか、非常に役に立ってます。はい、というような感じで紹介しましたが、テイクホームメッセージで再掲します。生成 AI 疲れしないということが大事ですね。本当に非常に多くのサービスがどんどん出てきているので、それを毎日追ってるとですね、非常に疲れてしまいますと。で、基本的にはですね、こういった特化型サービスの中で、自分が欲しいもの、まさに用途と合致したものが見つかればラッキーぐらいの期待にとどめるのがいいんじゃないのかなと思います。で、ちょっとやりたいことが違うなというときにですね、そのサービスの中で、そのサービスのコンセプトと違うようなことをなんとか頑張ってやらせようってすると、非常に疲れますね。なので、基本的にはそういうことはないと思って、あくまでアイデア集めだと思って、本当に自分でやりたい、こういうことがやりたいっていうのが決まっているのであれば、それをこれから説明する方法でチャット GPT なり GPTs なり、あるいはプログラムを書くなりで実装するのがいいんじゃないのかなと思います。はい、ではここから実際のチャット GPT を活用するというセクションに入ってきますね。チャット GPT いろんなことができるというふうに言われていますが、なんか周りはすごいと言ってるけど、正直なんかあんまりありがたみ感じてないなみたいな、検索代わりに使ってみたけど別にまとめサイト見るのと変わんないしみたいな意見の方もいらっしゃるかなと思います。で、他にはですね、先ほどのその特化型のサービス使ってみて、なんかかゆいところに手が届かないなと感じていたりだったりとか、そういった方にはここでどういうふうにチャット GPT 活用するかというところをご覧いただければなと思います。で、重要な考え方はですね、いいプロンプトを知ろうとするのではなくてですね、いいプロンプトの作り方を知りましょうというところですね。で、先ほどの前半の資料でもですね、プロンプトエンジニアリングのリンクとかを紹介したんですけれども、それを全部読んで、これが今のいいプロンプトの書き方なんだっていうのを、すごい時間かけて習得するっていうのはあんまりお勧めしないですね。それよりもなんかこう、もうちょっとなんかプロンプト書いてみて、返ってきた結果を見て、こういうふうに直しましょうみたいな、その直す方法であったりとか、その自分でいいプロンプトを探っていく、もちろんそのやりたいこととかによって変わってくるので、そういうプロセスを学ぶっていう方が大事かなと思います。はい、では実際にチャット GPT 活用するっていうところに入ってきます。で、よく言われるのがですね、こういうチャット GPT 開いてみましたと、なんかテキストボックスあるけど何入力すればいいか分かんないですみたいなっていうような方が結構いらっしゃるというふうに伺ってます。でですね、じゃあ例えばケーススタディというものを今回は1個挙げて、じゃあどういうふうにやっていくかというところを紹介していきます。
で、ケーススタディとしてですね、まあ、何かしらの文献調査したいという人がいたとしましょう。まあ、今回ラボラトリーオートメーションという、まあ、ちょっと私の馴染みの深い領域のところで、まあ、文献調査したいという人がいたときに、まあ、この人が生成 AI を使うときにどうすればいいんだろうというところを一緒に見ていきたいなと思います。でですね、まず悪い例ですね、まあ、ラボラトリーオートメーションについて教えてって聞くのですね、まあ、この知りたいことがですね、その全般的な内容が知りたいだけであればまあいいんですけれども、そうじゃないとき困りますと。でこれ聞くとですね、当然なんか一通りそれっぽい内容が返ってくるんですね。で、まあ、読んでふーんって終わると。でなんかまとめサイト見てるのとあんまない、大差ないですし、なんか本当はその、まあ、研究のサーベイということなんで、その知識が豊富なもの知りとじゃなくてですね、専門家の意見とかが知りたいみたいな、そういうニーズの時に、まあ、こういう聞き方はあまり適切じゃないですと。で、まあ、まさにその検索の代わりに使うとですね、こういった形が返ってくるんですけど、まあ、これを見てですね、なんかチャット GPT 別になんかネットに書いてるのとそんな大差ないこと言うし使えないねっていうのが、まず一つの失望ポイントかなと思います。でこれをじゃあいい結果出すためにプロンプトエンジニアが必要かというとですね、まあ、これは明確にいいなですね。で、まあ、それ以前にやる必要があることがたくさんあるということを今日はお話しできればなと思います。でこれをですね、まあ、これを聞くのにじゃあここになんかハッシュタグつけて、マークアップ、ハッシュタグじゃない、すいません、マークアップ言語のことをハッシュタグと呼んでる人がいるっていうのが話題になって、ちょっとそれ引っ張られちゃって笑っちゃったんですけど、マークアップ言語で書けばいい結果が出てくるかというと全然そんなことないんですね。で、まあ、まず最初にですね、やるべきことはですね、生成 AI とか関係ない、もう業務全般で重要になってくるところですね。まずその背景とゴールを明確にしましょうということが大事です。でこれはですね、もうあなたにしかできないことですね。で例えばですね、文献調査一つをとってもレビュー論文書きたいのか、自分の研究テーマの最新トレンドを抑えたいのか、企業のネタを見つけたいのかで調査の方向性って全然変わるんですね。で、まあ、人間に依頼するときに、まあ、文献調査してって通じるのはですね、その関係性があって、まあなたがどういう人か、何を目的とするかっていうことが関係性でもう把握されているので、背景共有しているのでゴールを指してくれるから人間を吉野にやってくれるわけですね。まあ、あるいは裏取りしてなんか誰々さんに文献調査してって言われたんですけど、なんかすごい指示がザクッとしてるし、これって何返せばいいんでしょうかみたいなことを裏で誰かに聞いて、あの人が言うのはね、それはこういうことだよっていうのを教えてくれる人がいるから、まあ、適切なアウトプットが返ってくるわけで、まあ、チャット GPT に文献調査してっていうのはですね、これはめちゃめちゃ優秀だけど初対面で全然背景も共有してない人に同じお願いをするのと同様のことですね。まあ、詳細の指示もないのに文献調査してみたいな、じゃあよろしくみたいなことで言われると、まあ、当然何調べればいいか分かんないですし、出てきた結果見ても思ってたのと違うなってなることは、まあ、想像できるかなと思います。なので、まあ、背景とゴールを明確にして指示をするということが大事ですね。でさらにですね、人間が、まあ、自分がやるとしたらゴールに至るまでの過程をリストアップするというところも重要になってくるかなと思います。じゃあこういった時にですね、まあ、自分だったらその文献調査する場合どう進めるかというのを具体的に思い起こしてみて、その場合例えば検索していい感じの論文をピックアップしてまとめてみたいなことがステップとして出てくると思うんですけど、じゃあさらに検索って、じゃあ検索エンジンってどこなんですかと、パブメドなんですか、 Google スカラなんですか、それともアーカイブなんですかとか、検索ワードってどうするんですかとか、日本語で入れるんですか、英語にするんですかとか、あるいはじゃあいい感じの論文って言いますけど、それってどういう判断基準で選んでるんですか、新しい論文ですか、それともインパクトファクターの高いジャーナルを選ぶんですかとか、引用数が多いものですかとか、あとはですね、じゃあ論文としても原著論文がありますけど創設論文がありますけどどっちがいいんですかとか、あとはじゃあまとめてっていうんですけど具体的に何のことですかとかっていうことが、まあ、いろいろあるわけですよね。でなんでこれを明確にしていくとですね、まあ、自分がその普段いかにこうざっくり人間に指示をしているかというのが浮き彫りになってくるわけなんですけども、なんでこうチャット GPT に適切に指示をできるようになると、まあ、きっと人間関係を良くなるんじゃないかと私はちょっと仮説を持ってるんですけどまあそんな感じですと。で、まあ、このですね2つ目のところ、人間がゴールに至るまでの過程をリストアップするというところは、これは生成 AI に手伝ってもらえるところです。はい、じゃあまずやってみましょうと。じゃさっきそのラボラトリーオートメーションについて文献調査したいという人がいたんですけれども、まあ、よくよくその話を整理してみると、まあ、背景としては自分はロボット研究者であって小型のロボットの応用先を探していると。で最近ライフサイエンス研究で実験室でロボットを使うという、まあ、ラボラトリーオートメーションという領域を知りましたと。でまあ、ゴールとしては共同研究先見つければいい、見つけたいなというようなものが設定できるというわけですね。まあ、こうなってくると、じゃあ質問の仕方ってさっきと全然変わってきますよねという感じですね。で、まあ、そんな感じで、じゃあもうちょっとプロンプトをちゃんと背景だったりとかゴールとかを伝えましょうという感じで変えてみます。でですね、まずはですね、私はロボット研究者で、まあ、こういうことをやってますと。
で背景を共有してあげるということですね。でゴールを伝えると、共同研究先を見つけたいと、そのために文献調査をしているんですよということを伝えると。で、まあ、答えじゃなくてですね、答えを得る方法を聞くというのが大事ですね。まあ、さっきのそのゴールに至るまでの過程をリストアップするというところが、もしその自分の詳しくない領域であれば、まあ、それも聞いてしまうというのが一つの手かなと思います。じゃあこれをやりたいときに具体的にどう進めるか教えてくださいと聞くわけですね、生成 AI に。で、まあ、さらに例えば出力を定義するということもできますね。マーメイド記法でフローチャートを図示してくださいというような書き方ができます。で、まあ、このマーメイド記法というのはこのフロー図を書くのに適切な記法なんですけれども、まあ、ここで重要なのがですね、知らないことは命令できないということですね。こういったマーメイド記法でフローチャートをきれいに書けるということを知らないとですね、なんかこうふわふわとした言葉でですね、なんかいい感じに矢印でつないで書いてみてくださいみたいなことを言うわけですけど、なんかそうすると普通に文字の矢印とかでビビビビみたいになって、なんか読みづらいなみたいなことなわけですね。でこういう時にそのマーメイド記法というものの存在を知っていると、まあ、こんな感じで出してもらってずらーっと出てくるんですね。でこのマーメイド記法をビジュアライズしてみるとこういう形になるので、なんかいい感じの見方ができますねっていうふうになりますという感じですね。で、まあ、そんな感じで、じゃあそのこういった背景で文献調査をするっていう時ケースをでどう進めればいいか聞いたら、まあ、こういうのが出てきましたと。でじゃあ検索キーワード確かに選定しなきゃいけないなと、じゃあどこで検索するかとか考えなきゃいけないなとか、文献の精査しなきゃいけないなとかっていうのが出てくるわけですね。で、まあ、この出てきた上でじゃあ個別のステップでさらに同じことをやるわけですね。個別のステップでここまでの背景と、じゃあこのステップで何がクリアすればこのステップは OK なんだろうとかっていうことを定義して、このステップでまた生成 AI に聞いていくわけですね。まあ、例えば検索式の決定であったりとか、じゃあこの先ほどの背景を踏まえて、まあ、さらに追加で、まあ、なんか創薬につながるような事例が特に知りたいですと、パブメドの検索式いくつかリストアップしてくださいというと、まあ、いくつかリストアップしていただけるわけですね。で、まあ、この中でまあ自分がいいなと思ったものをピックアップして、まあ、パブメドで検索してみましょうと、まあ、そうするとオープンアクセスに絞ると20件ぐらいありましたというような結果が出てくると。で、じゃあこれでそれぞれ論文読んでいくかってなると、まあ、またあんまりうまみがないわけですよね。せっかく生成 AI 使ったのに結局読むの自分でやってたら、あんまり仕事楽になってないし、なんならちょっと時間かかってるぐらいのことになっちゃうので、まあ、ここにも生成 AI 使いましょうみたいな感じですね。で、例えば一例としてこういった形で聞くことができますと、以下のリンク先に検索条件にヒットした論文がリストアップされてますと、各論文について日本語でまとめてくださいみたいなことを聞くと、こういう形でまとめてくれますと。で、ただあまり良くないですね。この20件ヒットしてるのに、なぜかこう5件のサイトを検索しましたで5つしか上げてくれてないんですね。で、これあまりなんかこうなってくると、またこの生成 AI あんま使えないなみたいな失望ポイントがまたあるわけですね。ですが、まあ、これもですね、指示の仕方を工夫してあげるとちゃんとやらせることができると。で、結局これがですね、その事前にそのこのドメインについてどれぐらい知ってるかとか、どういう方法があるかとかっていう自分のそのアイディアだったりとか、棚の引き出しの多さですね、ここで変わってくるっていうところですね。例えばですね、パブメド、まあ多くの方知ってるかなと思いますけど、例えばこのセーブっていうところを押すと、まあ、こんな感じで今表示されているページじゃなくて、オールリザルツですね、20件の場合だったら、まあ、これ今10件が表示されて、残り10件は2ページ目に表示されてるんですけど、まあ、このオールリザルツってやると20件分に対してアブストラクト、テキストで取得するというボタンがありますと。で、こうするとテキストファイルがダウンロードできて、テキストファイルの中を見ると、まあ、こんな感じでその検索結果でヒットしたものがずらーっと書かれていると、まあ、この下の方にアブストとか書いてるわけですね。で、1件目、2件目、3件目という20件分が全部このテキストファイルでダウンロードできますと。で、このテキストファイルをですね、生成 AI に突っ込んであげて、まあ、添付したテキストファイルには検索条件にヒットした論文がリストアップされてますと、各論文について以下の項目を表にまとめてくださいとかっていうと、タイトル、出版年、ジャーナル名で概要みたいな感じでまとめてくださいと。で、概要は日本語で一文でまとめてくださいみたいなことを言うと、チャット GPT の中でですね、このまずこれを解析するためのコードをずらずらずらと書いて、でコードを実行して、でコードの結果をこんな感じで返してくれると。で、かなり見やすくなりましたよねっていう感じですね。で、まあ、先ほどそのシンプルにこうやって聞いただけだと5件で、まあ、しかもなんかあんまり構造化されてない、しかもなんかタイトルまで和訳されるから逆に見づらいみたいな感じのことで、まあ、いろいろ不満なところがあったかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでこうテキストを取ってきて、そのテキストを突っ込んで明確に指示をすることによって、まあ、より見やすいような形が出せると。で、まあ、ここ出してみて、ただなんかこれなんかここ見るのにまたチャット GPT 開かなきゃいけなくて、どこ行ったか分かんないなみたいなところが現実として起こりうると思うので、じゃあもうそれ Excel でくださいっていうと、 Excel ファイルのリンクが
共有されて、これをダウンロードすると、まあ、Excel ファイルとしてこうやって開けるわけですね。でこうするとじゃあここにさらに、まあ、これそれぞれの研究室でこう共有してみんなそれぞれコメント加えていったりとかっていうことができるようになるとっていう感じでですね、まあ、こんな感じでなんでその知らないことは命令できないっていうところが重要ですね。その例えば、PubMed でこういった形でアブストがダウンロードできるっていうことだったりとか、まあ、マーメイド記法というものを使うとこうやって見やすいような書き方ができるとかっていうことは、これは知らないと命令できないことですね。まあ、もちろんその逐一なんかそういうのをするのにいい方法を教えてくださいって聞けば教えてくれるっていうことはあるんですけれども、結局なんかその小手先のプロンプトエンジニアリングよりもですね、このタグをこんな感じでいい感じでつけるとかっていうよりも論理的思考力が重要であったりとか、あとはその処理方法とか出力方法の適切が指示できるかっていうのは、まあ、ユーザーがもともと持ってる知識に依存するっていうところが大きいかなと思います。で、まあ、そのチャット GPT 使いこなして仕事がすごい楽になってるっていう人と、なんか使ってみたけどあんまり正直よくわかんないよねみたいな人の違いは、そこが一番大きいのかなと思っています。はい、っていう感じで、はい、その3番目ですね、自分専用のツールを作るというところを紹介していきます。で、まあ、ここまでで、特化型のサービス使ってみたりとか、チャット GPT で、まあ、プロンプトを工夫していろいろ仕事をさせてみるようなことをした上で、まあ、こんな方におすすめですよっていう感じですね。自分専用のツール作る、ここからはですね、日常的にチャット GPT を使っていて、もう大体勘どころがつかめてきましたと。まあ、こういう仕事をお願いすると大体やってくれるし、こういう仕事のお願いの仕方をすると、まあ、大体失敗するなとかっていうのが大体つかめてきている方におすすめのところですね。で、まあ、日常的に使って、例えばなんか論文サーベイの時、毎回チャット GPT 使って、毎回このもうお気に入りのプロンプトみたいなのがあって、これを使って業務効率化してますっていう状態の人、おすすめですね。で、ただそのすごいいいプロンプトできたけど毎度コピペするの面倒だなみたいな、そういう時にこういった GPTs とかを使っていただければいいのかなと思います。で、何度か今日も GPTs 出てきていますが、まあ、どういったものかというと、公式の表現を引用するとテイラードバージョンオブチャット GPT ですね、まあ、自分専用のカスタマイズされたチャット GPT というものを作ることができます。で、例えばここに紹介されているのだとですね、まあ、なんかテックアドバイザーみたいなプリンターの設定からデバイスのトラブルシューティングまで対応できるようなこういうやつだったりとか、まあ、なんかゲームにお付き合いしてくれるやつだったりとか、なんかクリエイティブライティングのコーチだったりとか、まあ、なんか電卓作業してくれそうなやつだったりとかっていうような特化型のチャット GPT を作ることができます。で、ステップ1でですね、特化型のサービスいろいろ紹介したんですけども、まあ、私がそれあんまり使わないですっていう理由はですね、まあ、自分で作った方が自分にとって都合のいいものが作れるからですね。で、まあ、この GPTs とか、まあ、私はそのもうコードで書いちゃうんですけど、 GPTs とかのいいところはですね、まあ、非常に作るのが簡単ですというところです。で、まあ、そのノーコードで基本的に作成可能で、まあ、その作成するときもですね、いわゆる通常のチャット GPT と会話をするような感じで、まあ、どういうツールが欲しいんですかっていうに対して、じゃあ文献サーベイをするツールが欲しいですみたいな感じのことをこう対話形式でいろいろやり取りしていくだけで、こういった専門のチャット GPT が作れるというような形になってます。でですね、まあ、作成した GPTs というのは GPT ストアというところで公開することができます。で、今もう、されているのかどうかちょっと定かではないんですけど、これ利用者に応じて作成者にお金が入ってくるような流れになるというふうなことが確か最初の頃に言われていました。はい、これで一山当てることもできるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、GPTs、まあ、詳しい作り方はいろいろウェブに記事があると思うので、そちらを参照していただければなと思うんですけれども、まあ、この作成するというところでですね、まあ、論文サーベイやりたいですみたいなことを言うとですね、まあ、その一文入れただけで、まあ、こんな感じで設定ですね、この GPTs の設定を勝手にもう作ってくれますと。で、まあ、説明としてはなんかアカデミックリテラチャーサーベイアシスタントみたいな感じで書いてて、まあ、なんかこの GPT はどういうことするやつですよみたいなものが書かれてるわけですね。で、ここに入っている設定をもとに実際公開された方こっちに行って、例えばなんかこう AI の最新のトレンドを教えてみたいなことを言うと、ずらずらずらっとこう返してくれるような専門のやつができると。で、もちろん先ほど紹介したように例えば結果をその表で表示するみたいなことをここの命令にですね入れておくと、それに応じて結果を出してくれますし、まあ、なんかそのサーベイのステップをまず出して、ステップ1ごとにちゃんと付き合ってくれるようなやつとかっていうのを書けば、それに応じたものをやってくれるっていう感じですね。なんで、まあ、いきなりこの GPT 使っても、チャット GPT の使い方とかあまり慣れてないとですね、まあ、あまりその有効活用できないんですけど、
チャット GPT 普段使っていて、なんか毎回同じようなことしてるなとかってなったら、じゃあその論文サーベイのための GPT 図を自分で作って、まあ、自分専用にするなり、研究室内で共有するなり、あるいはその世の中に公開するなりっていうことをして、毎回同じことっていうのをさせることができるっていうサービスですね。で、次がですね、ノートブック LLM というものを紹介します。で、分かりづらい説明をすると、マルチモーダルラグです。で、これはどういうものかというとですね、まあ、ラグというものが先ほどの前半の最後の方にちょっと紹介したんですけれども、ラグというのはですね、LLM の弱点、知らない情報について答えられないというところですね、に対して追加のファイル、例えば論文であったりとか、社内の規約であったりとかですね、LLM が知らないような追加の情報を与えてあげて、それをもとに回答を生成させるというのがラグになります。で、このノートブック LLM は Google が出しているやつなんですけれども、例えばその Google ドライブ内のファイルだったりとか、PDF だったりとか、テキストファイルとか、あるいはクリップボードに書かれている、まあ、そのままコピペしたりとか、ウェブサイトを貼り付けるとかっていうことをすると、自分がその入力した情報をもとに回答を生成してくれるという感じになりますね。はい。で、まあそのラグって一言で言ってもこうすごい奥深くてですね、まあ、簡単にその概要を説明すると どうしてそんなことができるかというとですね、まあ、その追加された新しいドキュメント、これをまずベクトル化します。で、ユーザーが質問したときにユーザーの質問をベクトル化します。そうするとその格納されているドキュメントとユーザーの質問がそれぞれベクトルになるので、近いベクトルのものを取ってくることができるわけですね。ベクトル同士は計算ができる、類似度が計算できるの で、そうして例えばユーザーが、まあ、ここに社内規約をたくさん放り込んで、ユーザーが何かこう休業するときの規定はどこに書いてますかみたいなのを聞くと、まあ、休業規定みたいな感じの近い文章を取ってきて、どうやらこの書類の中のここのセクションでこういうふうに書かれてますよっていうのを返してくれるというようなものがラグになります。はい。で、例えば実際弊社の社内のですね、なんかこう調査報告書とかを突っ込んで、まあ、ここの調査で書かれていることをちょっと、まあ、教えてみたいなことを言うとですね、その実際の報告書をもとに回答を生成するというようなことはしてくれますと。はい。まあ、なんかこのそれを研究に使って複数の医学研究論文を効率的にレビューして、こういった表を作るっていうようなこともできますよみたいなのを紹介している方がいらっしゃるので、まあ、よろしければそういったツイッターとか見ていただければなと思います。で、最後ですね、まあ、自分専用のツールを作るのを初級編として紹介するのに DeFi というものを紹介します。で、まあ、この DeFi というのは何かというとですね、まあ、ローコードの生成 AI アプリケーションビルダーというふうなものになります。で、まあ、ローコードというのはですね、まあ、ノーコードというのがコード書かなくても使えるツールに対して、まあ、ちょっとだけ書くよということですね。まあ、なんか関数レベルのぐらいのことを書けばいろんなことができますよというツールですね。最近かなり流行っているサービスになります。で、まあ、チャットボットであったりとかエージェントだったりとかワークフローとかっていうのを手軽に構築、まあ、本当に手軽に構築できますね。で、いいところはですね、まあ、豊富なテンプレートが用意されていて、まあ、すぐに使うようなことができるというところが非常におすすめのところですね。で、GPTs とかですと、まあ、こういったそのいい面としてはですね、こういう命令をすべてテキストで書けるんですけれども、そうなってくるとですね、こう割とこう機械的に条件分岐をしたいとか繰り返し処理をしたいっていうときに、まあ、それをうまいこと自然言語で伝える必要があるわけですね。で、それなかなか難しかったりするんですけども、こういったワークフロービルダーみたいなものを使うとですね、その明確にどういうときに条件分岐するかとかっていうのは固い処理ですね、こういったものを実装することができます。で、また DeFi のいいところはですね、手軽なデプロイができるっていうところですね。デプロイっていうのはこの自分が作ったこういったワークフローをインターネットに公開するとか、URL を知っている人に見てもらうことができるという形にできます。で、さらにですね、まあ、アクセス管理とかもできて、なかなかその業務レベルでも使えそうみたいな感じの内容になってますね。はい。で、実際の例とかですと、まあ、このテキスト要約ワークフローとかいうのがサンプルで用意されていて、まあ、それをこうポチッと押すとコピーされてきて自分のところに作ることができるわけですね。で、まあ、なんか見てみると、まあ、最初に文章が入ってきたときに if 文が入りますと。で、なんかこうサマリーのスタイルを選べるんですけど、それのどっちかによって処理が変わってきますよみたいな感じで、で、なんかここで LLM が処理してとかっていうので返ってきて最終結果を出しますみたいなことが、まあ、割とこういったコードよりも視覚的に見てどういうふうにどういう順番で処理されているのが見て分かりやすいっていうところで、
プログラミングとかがコードとかが書けない方でも とっつきやすいようなものになっているかなと思います。はい、こんな感じでですね、まあ、なんで、まあ、チャット GPT とか使いこなせるようになってきたらこういったGPTs であったりとか、まあ、ノートブック LM、まあ、これはラグですけれどもラグであったりとか DeFi を使ってワークフローを作ってみるとかエージェントを作ってみるとかっていうところに挑戦してみていただければと思います。でただですね、まあ、この再建になりますけれども重要なこととしてはですね、まあ、知らないことは命令できないですよっていうところが、まあ、本当に重要なところですね。もしなんかこうやってみてうまくいかなかったら、まあ、そもそもそれチャット GPT 上で同じことできますかっていうところに戻ってみると良いかなと思います。で、まあ、往々にしてですね、まあ、うまくいかない時っていうのはですね、タスクをうまく分解できていないとか、まあ、自分自身がそのタスクについて明確な定義ができていない時とか、ゴールについて定義できてない時とかっていうところが多いと思います。で、非常にチャット GPT なり生成 AI ツールのですね、厄介な側面としてはですね、まあ、全部そのプロンプトといって自然言語で命令とか定義とかできちゃうところが厄介なところかなと思います。なんかなんとなくは書けちゃうし、なんとなくは結果が出ちゃうんですね。なんでなんかもうちょっと頑張ればいけそうな気がするっていうのが泥沼にはまる第一歩かなと思います。なんでちょっとなんか結構いろいろ頑張ってるけどうまくいかないっていう時はですね、まあ、ぜひちょっと原点に立ち返っていろいろと情報を整理してみるっていうところをやると意外となんかそもそもなんか一気になんか複数の仕事をやらせようとしてたけどこれ個別に分けたらもっと簡単にちゃんとした結果が出てくるなとかっていうことがあるので、まあ、そういったところぜひ気をつけていただければなと思います。はい、で最後ですね、自分専用のツールを作るの上級編を紹介していこうかなと思います。でもう上級編なんでこんな方におすすめということを書いてます。まずはですね、複雑なロジックを組み込みたいっていう方ですね。シンプルなこの何か入ってきた時にそれを順番順番に処理するんじゃなくて、その処理結果に応じて例えば次の処理が決まったりとか、そういうような複雑なことをやってみたいとか、あるいはプログラミングに慣れている方ですね。こういった方にお勧めします。で、一つお勧めするフレームワークとしては、ラングチェインというものがあります。で、ラングチェインはですね、生成 AI アプリケーションのフレームワークになります。でまあ、フレームワークっていうのは何かというと、まあ、特定の目的に特化したための、まあ、ライブラリのようなものですね。で、まあ、このラングチェインっていうのはですね、まあ、生成 AI のアプリケーションを作ることに特化したフレームワークです。で、ちょっとややこしいんですけど、ラングチェイン社という会社がありまして、まあ、そのラングチェイン社が作っているラングチェインというフレームワークがありますというような形になりますね。で、まあ、その作っているツールの中にもですね、いろんな種類のものがありまして、このラングチェイン社が作っているエコシステムの中で、このベースはラングチェインです。このラングチェインがアプリケーション開発の、まあ、その一番の肝の部分ですね、ここになっていて、で他にも何かこう周辺領域のことを実現するためにいろんなものが出ています。で、例えばランググラフというのはですね、エージェント、まあ、今日もちょっと何度か出てきているんですけれども、何かこう1回の処理をするだけじゃなくてもうちょっとこうインタラクティブに処理ができたりとか他のツールを使いこなしたりとかっていうより高度なことをさせるときに使うランググラフというものだったりとか、あるいはラングスミスというですね、デバッグとか評価とかモニタリングとかのためのライブラリがあります。で、まあ、ライブラリというかサービスですね。これの非常にすごいところはですね、まあ、コードの中で、まあ、このラングチェイン API キーというのを環境変数にペット貼っとくだけですね、まあ、そのラングスミスっていうサービス上で自分がその実行したプロンプトであったりとかその結果であったりとか、まあ、どれぐらいお金がかかってるかっていうのが、まあ、全部そのウェブアプリケーション上で見ることができるというような非常にお手軽なものになってます。であとはまだそんなに確立してないんですけれどもラングサーブというものがあって、まあ、こういった形で自分の手元でアプリケーション生成 AI アプリケーションを作りましたとなった後にそれをじゃあデプロイといってこうウェブに公開したりとかこうみんなに使ってもらうっていう時に使うサービスとしてラングサーブというものがあります。で、まあ、なぜラングチェインを推すかというところですね、まあ、一つ理由を挙げさせていただきますと、まあ、まずその2024年の2月15日ですね、セコイアキャピタルから 37.6 億円調達しているような、まあ、とんでもなく気合いの入った企業ですというところですね。で、まあ、こういったですねその既存の生成 AI アプリケーションフレームワークとしては例えばラマインデックスだったりとかっていう、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、そういったものを使うことを基本的にはお勧めしています。で別にラングチェインじゃなくても別にラマインデックスでも何でもいいですけれども
重要なところはですね、まあ、このこれに相当するものを自分で一から作るっていうのは、まあ、あんまりお勧めしないですね。で、国内の企業の中でも例えばアデジャとかっていうところが、まあ、その機械学習とかにかなり力を入れている、そういう企業とかが、まあ、私たちはラグチェーン使いませんとかっていうようなことを言っていたりするんですけども、まあ、あの自分たちでフレームワークを作るぞっていうぐらいお金と時間と人的資源を避けるようなところであれば、それを使わないという選択肢もありかなと思いますけれども、まあ、基本的に個人レベルで開発するとかっていうことであれば、まあ、こういったラングチェインのような大きなものに対してキャッチアップするというところの方が、まあ、効率はいいんじゃないのかなというふうに思います。で、結局でですね、まあ、ラングチェイン、ここにラングチェインコミュニティっていうところがあるんですけれども、例えばじゃあ LLM を使うときに LLM アプリケーションを作るときに当然そのデータベースと接合したいとか、あとはなんかそのウェブ検索とこうつなげたいとか、いろんなニーズが出てくるんですけども、このラングチェインコミュニティにはですね、まあ、それぞれのいろんなサービスを作っている人たちが、まあ、俺たちのサービスともつなげてくれみたいな感じで、こういったコミュニティがですねコードを書いてくれるわけですね。で、これを使わないってなるとですね、まあ、自分で何か LLM アプリケーションを作るときにまずその OpenAI の API を叩くためのなんかその機能を自分でコード書かなきゃいけないですし、じゃあこの別のデータベースとつなげるときのことも全部一から書かなきゃいけないわけですね。で、それはあまり現実的ではないですし、せっかく楽できるのであればこういったものを使うのがいいんじゃないかなというのを強くお勧めします。で、ただ注意点としてはですね、まあ、ラングチェーンもそんなにまだ確立したものではないので、例えば2024年の5月12日にバージョン 0.2.0 がリリースしています。まだ0番台なんですね。正式リリースには至ってないというような形になっていて、でしかも 0.10 から 0.20 で結構コンセプトが大幅に変わりました。で、例えばですけど、もともとこのラングチェーンっていうところで、まあ、そのエージェントを作るっていうような機能とかあったんですけど、それがランググラフに完全に切り出されたりとか、まあ、まだまだ新しいサービスなので、新しいフレームワークなので、まあ、どんどん頻繁に変わっていくことになります。なので、まあ、そういったところの変更にキャッチアップするの大変だなとかっていうような方はあまりお勧めしないですね。まあ、むしろこういうどんどん新しく変わっていくところにワクワクするなみたいな方が使うといいんじゃないのかなと思います。はい、まあ、そんな感じで弊社ではラングチェインを使っていろいろ生成 AI、LLM 関連のアプリケーションというのを作ってシステム開発等をしています。で、ここからはですね、まあ、実際に弊社でどういったことにこの生成 AI であったりとかラングチェインを使ってシステム開発をしているかというところを紹介していきます。で、一つ目はですね、フィギュアの構造理解に使っているという事例ですね。これがついこの間の人工知能学会で予約発表いただけたので公に紹介できるんですけれども、理研のバイオリソースセンターというところとから発注していただいて開発したシステムになります。で、まあ、これはどういうものかというとですね、もともとのニーズとして、論文のフィギュアに書かれているですね、これ先ほど質問で回答したやつですね、まあ、論文のフィギュアに生物学的なパスウェイが書かれていますと、まあ、いろんな遺伝子だったりとかタンパク質とかが出てきて、まあ、このポジティブな矢印が出てたりとかネガティブな矢印が出てたりとかっていうのが書かれていると。で、この情報を構造的に取ってきてグラフ構造にしたいという、まあ、そういうニーズがあったっていうお話ですね。で、まあ、方法としてはですね、まあ、まずそのフィギュア論文からフィギュアを抜いてきて、でフィギュアの中で、まあ、生物学的パスウェイに該当するようなものを GPT-4V に投げて、でまずはそのイメージキャプショニングというものですね、画像に書かれていることを説明させると。で、それでテキストが出てくるので、まあ、そのテキストをもとに、どういった登場人物が書かれているか、で、まあ、その登場人物がどういった関係性を持っているのかということを抜き出すというのは処理をしています。で、なんでそのイメージキャプショニングも含めると、まあ、ステップ5つぐらいがあって、で、それぞれですね、このステップごとに出てきた出力が次のステップの入力になっているというような感じになります。はい、で、まあ、こんな感じでですね、ここまで複雑になってくるとなかなかそのチャット GPT 上で処理するというのはなかなか大変なわけですね。まあ、1個の論文を処理するときに毎回このじゃあステップ1からプロンプトを入力して1やってください、2やってください、3やってくださいっていうのを、それをじゃあ数百件分の論文でやろうとするとすごい大変ですし、まあ、結局ですね、その生成 AI で
チャット GPT とか使ってた時にこう出力待つのって結構時間かかるんですよね。これをなんで手作業でやろうと思うと、まあ、まずこのパッと入れて帰ってくるまでちょっとぼーっとして、でも別に5分も10分もかからないじゃないですか、まあ、1分2分ぐらいなんでちょっと待つかってぼーっとして、で帰ってきたらまた次の入力してまたちょっとの時間なんで 1,2 分待つかみたいな感じでやってるとですね、なんか結構な時間がかかると。でこれをですね、まあ、システム化してコードで全部自動で実行できるようになると、まあ、寝てる間に全部やっといてくださいみたいなことを言うと、あの朝起きたら全部結果が返ってきてるというようなことができるわけですね。はい、まあ、なんでこういうそのシステムを作るとかっていうのは、まあ、その大量に処理したいとかそういう時にはあのシステム化することがおすすめかなと思います。で2つ目はですね、あのライフサイエンスのデータベースを対象にしたラグというもので、まあ、いくつか弊社の中で取り組んでいるものがあります。で、まあ、あの今日ラグ何度か出てきていて、まあ、あのちゃんとした説明をしてないのであのちょっと恐縮なんですけれども、まあ、ちょっとラグの説明だけでもですね1時間ぐらいかかっちゃうのでちょっとざっくりの説明になってるんですが、まあ、ラグというのはですね基本的にはその LLM の弱点ですね、まあ、知らないこと答えられないっていうところに対して追加の情報を与えることによってあの根拠を持って答えさせるというようなあの目的であの生まれた技術になります。で、まあ、多くのですねラグの事例調べていただくと分かるかなと思うんですけれども、あの一番多いのですは多いのではですね、あのビジネスの領域とか、まあ、一般的なこう企業の中とかで社内の文書であったりとかっていうものをあの LLM に答えさせる、あのそれを持って回答させるっていうのが多いです。例えばその社内の規約であったりとか、あるいはまあ、その製薬企業であればその社外には出せないような社内の機密文書であったりとか実験データであったりとかっていうのをあのラグに与えて、でそうするとあのユーザーが自然言語で質問したときに、まあこの会社の中でこういう取り組みをした事例があれば教えてくださいとかっていうと、まあそれを返してくれるっていうのが、まあ理想的にはあの活用する方法とし活用する形式としてあの捉えられているっていうようなものですね。でなんで、まあ、申し上げた通りそのラグ一般的なユースケース探すと結構その扱う追加する情報としてはドキュメント文書が多い感じになります。例えばワードファイルであったりとか PDF ファイルだったりとかそういう非構造化データを、まあ、うまく扱えるっていうのがラグのうまみではあるんですけれども、ここに構造化データをあの使わせようっていうような方法もあります。で、まあ、どういうケースにうまみがあるのかというとですね、例えばなんかこうデータとしてはかなり有用なものがあるんだけれど、じゃあそのデータを使おうと思うと、まあ、特にライフサイエンスの領域ですと、まあ、公共のデータベースって、まあ、あのインテクバイオのデータベースカタログにも2500件とか登録されてるんですけれども、すごいたくさんあって、じゃあこれをたくさんいろいろ横断的に使いたいと思った時にそれぞれのことを調べる必要があるわけですね。で、まあ、必ずしもそのホームページのトップに全部事細かに書いてくれてるとは限らなくて、例えばあのいろんなデータベース見てみると分かるんですけど、こう GeneID っていうカラムがあって遺伝子 ID のことを指してるんですけれども、じゃあその遺伝子 ID ってあのどの遺伝子 ID なんですか。遺伝子 ID も一言で言ってもなんかいろんな種類があるわけですよね。アンサンブルがあったりとかアントレがあったりとかっていう時に、じゃあどの遺伝子 ID なんですかとかっていうようなところがあるかなと思います。で、まあその ID ごとにですねプレフィックスとかついてれば、まあ、ある程度知ってれば 見分けがつくんですけど、そうじゃない時とかもありますし、まあ、ID がついてなくて名前しかついてない時とかもありますと。でそういった時にあの非常にちゃんとそのデータベースを理解して使うっていうのはなかなかあの時間とコストがかかるっていうことになります。で、まあ、そこに対して、まあ、LLM を導入しましょうっていうのが、まあ、弊社でやっているそのライフサイエンスデータベース構造化データベースを対象にしたラグという取り組みですね。で、まあ、これはどういうものかというとですね、まあ、この LLM にですね、まあ、このデータベースの構造というものを教えてあげます。まあ、このデータベースには、テーブルとしてこういう名前のテーブルがあってカラムとしてこういうものがあって、で具体的なデータの例としてはこういうのが入ってますよみたいなことを教えてあげるんですね。でそうすると、まあ、ユーザーが質問したときに、例えば従来だと、まあ、それぞれがのユーザーがこのデータベース詳しく知って、でかつ SQL も書かなきゃいけないわけですね。まあなんかセレクト文でうんちゃらかんちゃらみたいな、まあ、で SQL 文ぐらいだったらまだいいですけど、RDF データの時だとスパークル勉強しなきゃいけなくて、スパークルってなかなか使わないんで大変だなとかっていうことがあると思うんですけども、そういう時にあの LLM にクエリを書いてもらうっていうことができます。例えばあのここにケンブルのデータベースとかを置いてあの質問として、じゃあなんかこう分子量がいくつ以上で、まあ、こういうあの活性を持っていてみたいなことを聞くと、まあ、LLM が、あ、なんかこのテーブルの中で活性はアクティビティーズテーブルに書いてて、まあ、分子の
化合物の情報はなんかここのテーブルに書いてるなとかっていうので判断して適切なクエリを書いてくれると。でそのクエリを実行して結果が返ってくるので、その結果をもとにあなたがその欲していた条件の化合物はこういうものがありますよとかっていうことを返してくれると、こういうようなところをやっています。で最後はですね、ちょっと冒頭に出てきたところなんですけど、文献サーベイの支援のエージェントというものを作ってます。今これはラボラティオートメーション勉強会というところの有志で作ってます。で、まあ、具体的に言うとですね、そのニーズとしてはですね、論文を調べるとき、新しい領域のことを知りたいときにですね、そのレビュー論文、知りたいことと同じ流度のレビュー論文があると、まあ、それはハッピーなわけですね。例えばそのライフサイエンス業界におけるラボレートオートメーションの事例みたいなのがそのままのタイトルのレビュー論文とかがあればそれを読めばいいんですけど、まあ、往々にしてそんなことはないので、まあ、そういったときに文献サーベイを効率化してくれるエージェントを作ろうという取り組みですね。で、先ほどのラグの例とか一般的なその LLM のノーショットの例だったりとかっていうので、まあ、弱点となるのはどういうところかっていうですね、まあ、特にラグとかそうなんですけど、ラグは本当にこの間の生成 AI 人工知能エキスポとかというとみんなラグラグラグとか言ってて、すごい盛り上がってるんですが、実際問題活用しようと思うと何にぶち当たるかというとですね、この裏のデータ構造を知らないとそもそも適切な質問できないってことですね。で、例えばじゃあケンブラの中にはアクティビティーズっていうテーブルがあるってことを知らなければそもそも活性値聞こうとは思わないっていうところなんですよ。でいうときに、じゃあそのユーザーのナイーブな質問をそのままクエリに変換して有効な結果が出るかというとそうじゃないというようなことがあるからと思います。でどちらかというと、まあ、その内容を知っているのは LLM なので、じゃあユーザーが何かこう何かすごいナイーブな質問をしたときに、何かいい感じの化合物を教えてくださいって言ったときに、じゃああなたが言ういい感じの化合物ってどういうことなんですかと、このケンブラの中にはこういうデータこういうデータこういうデータが入ってるんだけど、そのいい感じっていうのはこういう観点のことですかとかっていうことを聞き返して、それに対してまた人間がフィードバックをすると、私が言ってるいい感じというのは、まあ、これこれこういう活性を持っている化合物でとかっていうことをやり取りをしながらですね、適切な質問まで落とし込むっていうことをしたくなるわけですね。で、まあ、このシンプルなラグの構造だとそれができないので、エージェント化することによって、まあ、実際にこのユーザーと、まあ、チャット GPT のような感じですね、この会話をする中でユーザーのニーズっていうのを適切な形までこう掘り下げてあげて、で例えばこう文献調査の場合だったら知りたいことってどういうことなんですかとか、その流度ってどれぐらいなんですかとかっていうのを聞いてあげ上で、じゃあそれをまず、検索エンジンに検索するために適切な検索キーワードに変換しますということをしますと。でそれで検索キーワードを持ってして、API を叩いて論文の情報を取ってくると。でその論文の情報をまたそれをまとめるやつに投げて、こういった形でまとめて返すと。でそうするとユーザーとしては、まあ、このユーザーの気持ちとしてはですね、このエージェントと会話をしているだけで、まあ、いろいろこの裏で検索クエリ作ってくれたりとか API 叩いて取ってきたりくれたりとかまとめてくれるっていうようなことはしてくれて、まあ、最終結果だけを見ればいいというような形になるわけですね。で、まあ、この裏で動いているこのそれぞれの黄色のものを、まあ、ツールと呼んだりするんですけど、まあ、エージェントのなんで強みというのは、まあ、こういったそのいろんな複雑な機能を持たせることができるっていうところが1点と。でさらにその機能のどれを使うかっていうところをエージェントがユーザーとのやり取りの中でそのコンテキストに応じて自分で選ぶっていうところですね。これがエージェントの強みの一つかなと思います。で、まあ、こういったものもですね、ラングチェーンだったりとかランググラフとかを使うとできるようになりますという感じです。はい、こういったことに興味がある方はぜひ一緒に仕事がしたいので、はい、ご連絡ください。はい、という感じですね。はい、これも前半の再掲ですね。まあ、こんな感じでですね、まあ、今回は論文をサーベイするときのケーススタディというところでチャット GPT の使い方みたいなところをご紹介したんですけれども、まあ、よりですね、ラグの話、今日何度か出てきたんですけど、ラグも奥が深いものなので、まあ、どういったものだと使えるかとか、どういったものだと使えないとか、あるいはですね、エージェントの話ですね、エージェントにするに適した課題っていうのはどういうものかとか、それをするときに気をつけることはどういったものかというところも、まあ、今後弊社のウェビナーなりメルマガなりで紹介していきたいなと思うので、まあ、よろしければメルマガご登録くださいという感じです。はい、では後半の最後のテイクホームメッセージですね。生成 AI 疲れしないというところが一番大事かなと思います。非常にたくさんのサービスが出てきてですね、まあ、いろんな方がこれは革命的だみたいな感じでツイートで紹介してたりするんですけども、まあ、それにあまり振り回せ、あれも使ってこれも使ってってやってると、まあ、疲れてしまうので、
まあ、信頼できる何人かとでぶっちゃけこれが一番いいよねとかっていうのをシェアするのがいいのかなと思います。でもう一つはですね、知らないことは命令できないっていうことですね。まあ、生成 AI 非常に優秀な新人みたいなものなので、まあ、その上司が上司によってその新人の成果物っていうのは大きく変わるっていうような感じですね。適切な命令ができれば適切なアウトプットが出せますし、まあ、ざっくりとした命令しかしなかったらざっくりとしたアウトプットしか出てこないっていうところ、ここを、はい、ご留意いただければなと思います。はい、では残り、はい、ありがとうございました。もしまだもうちょっと時間あるようなので、はい、もしよろしければスライドの方も見ていただいて、今人気順になっていると思うので前半からのもありますけれども、はい、はい、うん、感想、あ、うん、いい感想なんでぜひ紹介しましょ う、ね、生成 AI の指示に慣れると対人関係が変わるという話に共感しました。対人でも文章生成 AI への指示の仕方を意識するようになってから指示出しや質問が以前よりも明確になったと言われるようになりました。いや素晴らしいですね。私にとっても相手から狙った結果を得られやすくなり、現実をハックしている、ハックされている気分になります。いや素晴らしいご感想ありがとうございます。本当にその通りだと思いますね。今人間って本当に優秀なので、すごいざっくりとした指示でもいろいろとやってくれるんですけれども、生成 AI と付き合い始めると今までいかにこうナーナーの指示をしていたかっていうのが非常に浮き彫りになってくるので、そういったところ素晴らしいお気づきありがとうございます。あ、自己紹介にあった文献調査 AI の OSS 活動、私も参加してみたいと思ったんですがどうすればいいでしょうか。ありがとうございます。ですね、まずはツイッター等で DM ください。で、ちょっとまだいろいろ追いついてないんですけど、これの活動が始まったのがですね、4月ん2月頃かな。で、月1ぐらいで活動して2、3、4、5、 まだ4回ぐらいしか活動してなくてですね、まだちょっとホームページとかも用意できてないんですけれども、内部ではいろいろ動き始めているので、いよいよちょっとこういったご意見もいただいたので、公開用のページを作ろうと思います。はい、非常に力になる応援ありがとうございます。でもう一点、これまで生成 AI を使った開発をしていてモデルを選ぶ基準があれば教えてほしいです。基本は必要な精度、反応速度、コストなどがあると思いますが、例えばパラメータ数が多いのはハルシネーションを起こしやすく、あえてパラメータ数が少ないモデルを採用といった一見トリッキーな考え方などもあれば知りたいです。そうですね、弊社でやる場合ですと基本的に POC みたいなところが多いので、コスト度外視でやることが多いです。でまず重要な考え方としてはですね、まあ、よく言うんですけど、なんかこう将来的にローカル LLM を動かしたり、そのセンシティブな情報を扱うからいきなりこのローカルな LLM とかパラメータ数少ないものを使うとか、あとはいろいろコストの制限があるのでいきなり安いもので最初からやるとかっていうのをやられる方がいるんですけど、それはあんまりお勧めしてないですね。というのもですね、やはりそのフラグシップモデルでそもそも解ける問題かっていうところをチェックして、その上でコストを安くしたいとかセキュリティ担保するためにローカルにしたいとかっていうのをやるのはいいんですけど、そもそもフラグシップモデルで解けないものをですね、GPT3.5 ターボで安く解こうとか、ラーマとかでローカルで解けるようにしようとかっていうことをやっても、そもそも解けないので、そういう時にやってみていろいろ苦労した後に4.4.0を使ってみた、結局それもできなかったっていうなると、非常に辛いので、あんまりおすすめしないですね。はい、っていう感じです。他は、あ、これいい質問ですね。生成 AI が作ったか否かを判断する方法ってあるんですか。これは非常に難しいと思います。で、チャット GPT が出始めた頃に、まさにそのアメリカの大学とかで大学生がレポートにチャット GPT とか生成 AI を使ってるっていうので、学生が生成 AI 検知ツールみたいなのを作ったんですけども、結局やっぱりそれはいたちごっこになるかなと思いますね。どんどんモデルも変わってきますし、そのたんびにじゃあその検知ツールの方も進化しなきゃいけないという感じになっていて、現状これを使えばいいですよっていうものはないと思います。で、逆にそういった検知ツールを使って、じゃあ学生さんのレポートが生成 AI で生成されたものだと判断しましたとなって、じゃあ単位取り消しですってなった時に本当に自分で作ったのにみたいなことももちろん起こり得ると思いますね。なんでそういうリスクに対してどう付き合うかって考えなきゃいけないので、難しいかなとは思いますね。他の質問もう一個ぐらいいきますかね。ラグ仕様の場合、情報の流出へのセキュリティはどう考えればよいですか。これもですね、さっきのモデルの話と同じですね。
結局そのラグの中でもですね、よいしょ、資料を紹介しますね。ラグの中でもあの LLM が動いてますと。でこの時にそのオープンな、オープン AI の API とかを叩いてあのこれを処理させるっていう場合ですと、まあ、その社内の特にこう製薬企業とか金融業であるようななかなかその機密情報を扱うものをあの特にそのセキュリティとか気にせずにいろんな API で外部に投げちゃうっていうのはあのお勧めしないですね。でそういう場合は例えばあの、まあ、マイクロソフトの、Azure 経由で、使うとかいう場合だったりとか、あるいはそのローカルな LLM を使うっていうような方法っていうのがあの一般的に採用されるかなと思います。はい、じゃあ時間もそこそこなんでまだ質問あるんですけども、はい、はい、後ほどテキストで回答します。ありがとうございました。